元気そうね。
飯食ったか。おい、やあ。一応初めてとなるな。私が諸君の指揮隊長となる倉雨だ。指揮隊長？そうだ、諸君は私の指揮下に入ってもらう。すでに魔法局局長アレシア・ルラシアより許可が下りている。マザーか。お帰れ。こら、俺らマザー以外の指図は受けねえぞ。おめえはお呼びじゃねえんだよ。こら。てめえ、こら！おわ！やめなさい！ひゃー、強いね、あの人。叫んだ！マザーの決定だと言ってたでしょ。あなた、マザーの命が聞けないの？気が済んだか。以後諸君は私の指揮のもとミッションに参戦してもらう。こちらから指示のない時は他の候補生と同じように院内で生活するがいい。院内で？そうだ。今までそんなことしてなかったのに、なんで急に？それもマザーから？ああ、ドクターアリシアからの指示だ。ふん。それと候補生マキナ、候補生レム、入れ。本日付でクラスゼロへ配属となる候補生マキナとレムだ。マキナ・クナギリです、よろしく。レム・トキミヤです、よろしくお願いします。お目付け役ってところかしら。別名あるまでは自由にしろ。諸君の成果を期待する。クリスタルの加護をあれ。改めてよろしく。この間は助かったよ。うん、助けてくれてありがとう。でもクラスゼロって本当にあったんだね。私たちの間じゃ来年から七不思議の一つに加えようって言われてたくらいだし、それにすごいよね、たった三人でルシまで倒しちゃうなんて。あ、そういえばあの時みんな武器も魔法も普通に。頑張りましょう。